こんにちは、マキチでーす。今週もやってまいりました、競馬予想のコーナー、マキチのひらめき予想。まあ、ひらめきっては名ばかりの今週は、2クラ、いつものね、ずっと 4つありましたので、ちょっとゆっくり、予想できました。それではね、土曜日の、あ、じゃあ、すいません、月曜日、祭日の、東京スポーツ杯、2歳ステークスからね、してみたいと思います。ちょっとね、絞りました。アブニール・マルシェ、クラジュシチ、スワーブ・ジョージ。まあ、おそらくね、これは人気になる3頭だとは思います。まあ、この中でもね、私の、まあ、本命といいますかね、一押しはね、クラージュシチーという、ね。言いにくいですね、これ。クラージュシチー。まあ、そうでもないかな。はい。なんといってもね、前走、未勝利戦、10馬身差のね、パフォーマンスを見せてくれました、クラージュシチ。ね。広くて長い東京コース、あります。そして、相手にアブニール・マルシェ。まあ、こちらはね、デビュー戦ね、前評判のね、高かったロジッチャリスをね、退けて優勝してます。そして、2戦目、重賞、新潟2歳ステークス挑戦しまして、コースレコード。で、勝ちましたミゼスルタンとね、同タイムで鼻差でちょっと惜しくもね、2着で負けたんですけど、まあ同じぐらいのね力あると思います。今回ね、重賞初制覇に挑みます。それからスワーブジョージはね、これね、いろいろ新聞ちょっと見たんですけど、エンジンがなかなかかかりが遅いっていうね、タイプだけにね、こちらもね、東京コース広いしね、長いので、ちょっとね、届くんじゃないですか。楽しみですね。デビューの3戦目のアイビーステークスでね、今回と同じ東京1008芝コースは経験してますんでね、で、その時に2着と、なかなか大きなアドバンテージになると思います。もう、この3頭で、馬連ボックスと三連ボックスを書いたいと思います。はい。こちらね、月曜日、祭日のレースになりますね。はい。あとね、日曜日にね、マイルチャンピオンございます。予想はこの後。